ああやっぱりあれこれガーシー氏の影響でこの暴露暴露になるわけね。俺の暴露のがもうひどいよ多分。いやいやだから俺がいろんな人の暴露したら大変なことになるから。大変なことになるから、まあね、そこは大人だからしませんけどね。わかんねえよ。いやいやいや、だからあのさ、こう2人で暴露お願いって言ったってそんな暴露とか聞いてもそんなに気持ちいいものじゃないでしょ。まあ ね俺は暴露はあまり好きではない。暴露というよりも正義は好きだけどね。あ正義ね、うん、あそうそうそうそれは本当にこいつ悪いからちょっとやっつけた方がいいんじゃないのってやつもいるからね。あはい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 、でもまあ、僕あれですよ、堀江さんと箕輪君の YouTube ちょっと見ましたけど、松浦雅人は喧嘩強いってね俺あれまんま笑ってるけどさ、喧嘩っていう思い出す喧嘩っていう、いや喧嘩ってこれじゃないからね、これじゃないからね、これじゃないんだけども、ここの喧嘩だろ。そう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 、ここの喧嘩が強いとだからガーシー氏も松浦さんにふっかけることはないみたいな話をしてましたけど、まああれね、確かに、いやまたそんなやつね、謙遜して誰にも負けねえよねえ、まあまあそういうことなんでね。